お金に縁がないなとか思ってる人は、実はただ自分の人生と真っ当に向き合ってなくって、自分の人生で決めなきゃいけないことを決めてないだけなのかもしれないね。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。つるきくんおめでとうございます。今日は竜から現金を入金してもらう方法をお伝えします。最後まで見てね。この番組は誰でも開運できる方法をお伝えしています。龍神様の力で人生を次元上昇させましょうという番組です。楽しいな、面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録をお願いいたします。僕の公式 LINE のご登録もお願いいたします。僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE のご登録もお願いいたしますね。はい、本題に入ります前に11月11日出版記念講演会があります。午前中は僕のテレビの冠番組の公開収録とハイタッチ会、午後は出版記念講演会、夜は出版記念パーティーとなっています。ソールドアウトになっている会もいっぱいあります。どちらか空いている席でね、ぜひご参加いただけると嬉しいです。それから11月6日僕のテレビ冠番組慎吾&純一ダビッドソンの龍神開運巡りが2回目の放送となります。千葉テレビで夜中の12時からスタートとなりますので、ぜひチェックしてください。 YouTube でも見逃し配信として11月の9日に放送がありますので、ぜひ千葉テレビ見れないという人はそちらでご覧ください。はい、ということで今日は龍さんから現金を入金してもらう方法ということで、かなりねびっくりされた方もいるかもしれません。そもそも龍というのはお金の神様でもあるんですね。ですから古来のね中国の皇帝やもしくは王族の人というのは龍を非常に好みました。政治や経済を回すためにはね、経済はお金が必要ですからね、政治を民を治めるにもやっぱりお金が必要なので、龍神様の力を使ったわけです。それから日本においても裕福な長者さん、もしくはねそういう富豪の方々、お金持ち、そういった方々はやっぱり龍を好んでこうやって置物にした飾ったりとか絵を飾ったりしてきました。最近僕もね経営者の方々とお付き合いがあります。その方々も龍が大好きですね。ある人の事務所に行ったらですね、僕が龍使いだってねまだね紹介してないのにもかかわらず、入り口に龍が飾ってあってお水が備えてあってね、龍好きなんですねっていう風になりました。もうそうなったらもう一発で仲良しになりますよね。そういう風にですね、やはり経済お金といった豊かさですよね、豊かさの神様が龍神様でもあるんです。ですから龍さんからお金をもらう方法というのがあるんですよね。今日お話しする話は継続的にお金が入ってくる方法というよりも一時的な臨時収入の話だと思ってください。継続的にお金を呼び込んでくる方法というのは、今まで僕が話してきたようにお金の道を作ってあげる必要があります。じゃないとやっぱりお金っていうのは定期的に入ってこない。ですがどうしても必要な時にボンと臨時収入来たりねするんですよ。で僕の経験でもありました。ですので継続的にお金が入ってくるのではないんだけれどもね、臨時収入的にお金を呼び込む方法だと思って捉えていただけたらいいと思います。それでは龍神様から現金を入金してもらう方法を3つお伝えします。1つ目は自分がテンションの高い時に、波動が高い時にという条件付きで龍さんお金くださいというってことですね。これはですね本にも書いてあるので知ってる人も多いかもしれません。僕がまだね龍使い駆け出しだった頃、お金が全然ありませんでした。もう今月の生活費どうやって工面しようっていうぐらいお金がなかったんですね。そんなお金がない時にですよ、僕はいつも言ってるお金の道を作りなさいって言われてもやっぱり難しかったんですね。なのでもう頼るものがないから、もう仕方がなく、いやなんかこんなことお願いしていいのかなと思いながらも、龍さんお金くださいってお願いしてたんですね。龍さんお金くださいってお願いし続けました。そしたらですね臨時収入も入ってくるんですよ。龍さんお金くださいって言った翌日に15万円入ってきたりね、50万円入ってきたこともあったかな。そんな風にして臨時収入を龍さんくれる。でね、さっき条件付きって言ったでしょ。これねすごく大事なんだけど、お金くださいっていう波動を重く言っちゃダメね。
もうどんよりした気分で、もうお金ない、どうしよう、支払い大変だ、借金もある、劉さんお金くださいみたいに言うと絶対叶えてくださらない。なぜかというと劉ってさ、波動軽いわけ、明るい波動なわけだから、どっちかというと笑顔の波動なわけですよね。劉神さんも笑顔でしょ、いつもね、笑顔の波動だから、この波動に同調させて劉さんお金くださいって言わなきゃいけないのよ。なのですっごい楽しい時に劉さんお金くださいって言うといいよね。例えば音楽のライブ中ですよ、イエーフーって言いながら劉さんお金くださいってもう紛れて言うとかね。例えばディズニーランドとか USJ とかそういったところに行った時ですよ、もううわーってパレード楽しいってやりながらミッキーとか言いながら劉さんお金くださいって言っちゃうとか、そんな風に自分のテンションが高い時に劉さんお金くださいっていう、波動が軽い時に劉さんお金くださいって言ってください。そうすると劉さんが臨時収入をくれます。ただしですよ、ただし一つね、これも注意事項があってね、そのお金をどう使うかも劉さんが見てます。僕の場合、劉さんお金くださいって言ってもらったお金で生活しました。生活しながら何をしてたかというと、ブログを書いたりとかセッションをしたりして人のお役に立つようなことをしてたんですね。つまり慎吾は自分の使命を生きようとしてるなと、でそのために今経済的に困窮してるなと、だったら劉さんがお金をくれるっていう、そういうことなんですよね。つまり劉さんからもらったお金で、もちろん生活費に充てたりするのは全然問題ないんだけれども、そのお金を使って何をするかってことがすごく大事なんだよね。何を言いたいかというと、劉さんお金くださいっていうもらったお金でパチンコや競馬行っちゃダメなんですよ。ギャンブルに使っちゃダメなのね。宝くじ行っちゃダメよ。そうじゃなくて、そのお金を使って自分の魂を輝かせるための自己投資に使いますとか、例えばそのお金を生活費に充てて自分は仕事頑張りますとか、夢を叶えるために一歩前進しますとか、そういうことがないと劉さんお金くださいやってもお金くれないよね。僕ね、お金を呼び込む劉っていう本を書いてかれこれもう2年ぐらい経つのね。でこの劉さんお金くださいワークをやってうまくいった人とうまくいかなかった人も見てるの。劉さんお金くださいって言って本当にお金いっぱい入ってきてる人いるの。その人何をしてるかっていうと、劉さんお金くださいって言って入ってきたお金でやっぱり自分で自己投資をしてカウンセラーになったりとかコーチになったりとか、もしくは劉使いになったりとかね、そういうふうにしてる人にはやっぱりお金恵まれるんですよ。でも一方でそれただ自分の私利私欲だけにお金を使おうとする人にはなかなか劉神様はお金をくれませんね。誤解しないように言っとくんですけど、私利私欲のためにお金を使っていいんですよ。例えばお洋服を買ったりとか、ベッドを新調したりとか、そういう自分の心地いいことにお金を使うのはいいんだけれども、心地よくなったら、自分が心地よくなったら他の人にも気分よく接せれますよね。なので自分心地いいことにお金を使うことはいいんです。周りの人も幸せになるから。でもパチンコに使っちゃったらさ、そのままお金なくなっちゃったら終わりじゃないですか。これ完全に私利私欲のためですよね。人のためになってないですから。だから自分を幸せにして他の人を幸せにします。だから劉さんお金くださいっていう風に軽いタッチで言える人にはお金が入ってきます。ぜひやってみてください。2番目、劉神銀行に運気を貯め続ける。これすごい大事ね。劉神銀行ってのがあるんですよ。劉神バンクね。簡単に言うと劉神様が司っているエネルギーフィールドみたいな、こういう銀行みたいなものがあると考えてください。運気を貯め続ける。運気ってどうやったら貯めるかっていうと、人にいい行いをすると運気が貯まります。それから自分の魂に従って生きると運気が上がります。そういったことをやり続けるんですね、毎日毎日。例えば人に良くするんだったら、例えば笑顔で接するとか、人を褒めるとか、悪口を言わないとか、何か人の助けになるようなことをするとか、そういうことをしたり、魂で生きるというのは自分の本質本当の気持ちに従って生きるとか、そういうふうにすると、この劉神バンクにあなたから発せられたこう運気エネルギーみたいなのがシュ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 ッとこう溜まっていくわけですよ。ババ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 って、そういうふうにして溜まっていくわけ。お金ってさ、別にずっとなくてもいいわけじゃないですか。例えば今日ご飯食べます、ご飯食べるのに必要なお金があればいいよね。別に困らないじゃないですか。例えば1食1000円だったとするよね。
まあいろいろ物価も上がって大変かもしれない、1000円じゃご飯食べれないっていう人もいるかもしれないですけど、計算しやすいように1000円にして、1000円必要で、で朝昼晩と例えばじゃあ1000円のご飯食べたとしましょう。そしたら3000円あればいいんですよ。いつじゃあお金必要かっていうと、なんか大きな買い物をするような時だよね。子供が大学に入るとか、車を買い替えるとか、家をリフォームする時とか、そういう時にお金があればいいわけじゃん。龍神銀行にずっと運気を貯め続けていたら、そういういざという時にお金をドンと引き落としてくれるんですよ。例えばこういう話聞いたことありません？何かセミナーを受けようと思いました。ちょっと高額です、でも入ると決めました。決めたら臨時収入が丸々同じ額入ってきたみたいな話って聞いたことないですか？僕よくあるんですよ。で実際僕もそうだったんですよね。初めて海外に進出するときに英語コーチング1年間つけました。その金額が確か150万円だったんですね。当時150万円持ってなかったんですよ。でも英語コーチの人に入りますって言っちゃったんです。で1ヶ月以内に何とかしますっていうふうに言って、だから待っといてくださいって、僕の席開けといてくださいって言ったら、1週間後にやっぱ150万入ってきて、でそれをそのまんま英語コーチの人に払って、それで1年間英語をやったっていう記憶がありますね。もう最近全然喋ってないからもう喋れなくなっちゃってるけどね。だから最初に本当に海外進出するときは英語なんか本当に全然喋れなかったから、その1年間英語頑張って、それで海外に進出したんだよね。こういうことってあるじゃん。決めたら入る。これってどういうことかっていうと、それまで龍神銀行に運気を貯め続けてるんですよ。例えば僕だったら YouTube でこうやってみんなが役に立ちそうな話を話すとか、当時はブログだったけどブログで分かりやすくスピリチュアルなことを解説するとか、そういったことをすると龍神銀行にどん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 、まあ運気が溜まっていくんだよね。で海外進出しよう、英語を学ぼう、150万円払います、決めたらドカーンって降りてくるわけですよ、お金としてね。龍神銀行に溜め込んだ運気がお金という形に換金されて降りてくる、こういう仕組みになってるんですね。でここでも大事なことがあって、龍神銀行に運気を貯め続けてる人はいると思うんです。ただし決めるっていうことができない人も多いよね。この決めるっていうのをやらないとお金降りてこないから、龍神銀行としては、あ、まだ貯めといていいんだな、引き落とさなくていいんだなって判断するわけですよ。でももし仮に僕が何かを決めるっていうことをしなければずっと溜まりっぱなしなのね。でもやりますって決めるとドンって降りてくる。だから今までずっと徳を貯め続けてきた人、運気を貯め続けてきた人は、何かやるって決めたら相当すごい金額が降りてくる可能性があるわけ。金運がないなとか、運気がないなとか、そういうふうに思ってる人、お金に縁がないなとか思ってる人は、実はただ自分の人生と真っ当に向き合ってなくって、自分の人生で決めなきゃいけないことを決めてないだけなのかもしれないね。金運を上げるには実はこの決めるというのがすごく大事です。もうすでにあなたの龍神銀行には運気がむっちゃ溜まってるかもしれないね。あとは何に使うか決めるだけです。決めたら入ってくる。もし入ってこなかったら龍神銀行に運気があんまり溜まってなかったんだっていうことだからね。まあちょっと怖いですよね、こういうこと言われるとね。でもこういう仕組みになってるんだっていうことは知っておいてください。いや本当にそうだよな急にだって開運堂とかもそうだしね。その内装工事、外装工事とか商品調達とか散々かかったけど全部ぴったり来てるもんね。ちょっと時間差はあるけれど、バチコーンって同じ額来てるもんね。いつも励みになってます、ありがとうございます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、龍、金運龍城爆上、またねー。